ラストピリオド終わりなき螺旋の物語は、ハッピーエレメンツによる日本のスマートフォン向け RPG、略称はラスピリ。2019年8月にメジャーアップデートを実施し、ラストピリオドから巡り合う螺旋の物語へとリニューアルされた。本作は、強い絶望を持って死んだ者がスパイラルという異形の、怪物となって蘇る世界を舞台としている。このため、 ただ単にモンスターを倒しても、根本的な問題は解決しないため、スパイラルの復活を阻止するには討伐組織、アークエンドの団員である、ピリオドの持つ武器、レガリアが必要である。ピリオドになるためには認定試験を受ける必要がある。本作に登場する世界は、六大国と呼ばれる国家に分かれる。本作は、気軽に遊べるというコンセプトと、 悲しみの連鎖に終止符を打つというテーマで開発が行われた。開発の中心はマジョカ・マジョルナの開発チームであり、マジョカ・マジョルナからもキャラクターが登場している。本作はゲーマーだけでなくアニメや漫画のファンもターゲットにしており、物語への没入感を高めるために、キャラクターのセリフは吹き出しで表示されるほか、 キャラクターデザインも可愛らしさとかっこよさを両立したものが採用された。ラストピリオドというタイトルは開発の後期に決定した。本作のプロデューサーである松田昭介はこの言葉を採用した理由について、この単語はもともとバスケットボールの専門用語として使われているため、造語よりかはある程度馴染みのある語感の方が頭に入りやすいと。 ファミ通とのインタビューの中で述べている。本作はアニメ化を目標に開発され、オープニングアニメーションの制作には、エッグファームと JC スタッフが起用された。本作の開発にはキャラクターを重視する方針が取られ、アニメ化しても違和感のないキャッチーでカジュアルなキャラクターデザインにするよう、キャラクターデザイナーのウーポンに指示が出された。松田は、ウーポンのキャラクターデザインについて、 色気がありながらもいやらしくないと評価しており、ウーポンのデザインがキャラクターの魅力の大部分を支えていると述べている。多くのスマートフォン向け RPG ではプレイヤーが自己投影しやすくするために主人公の名前が設定されていないのに対し、本作では主人公にハルという名前が付けられ、仲間との3人組で行動するなど他のキャラクターとの関係性が明確化された。 主人公の春やヒロインのチョコをはじめとする主要な登場人物はアニメやライトノベルのキャラクターを参考に作られた。また、マジョカマジョルナのガチャの画面に登場するガチャコは無機質だったのに対し、本作のガチャの画面に登場するようなは明るい性格のキャラクターとして作られた。キャストのうち、ミュウ役の声優は伏せられており、2018年2月4日に、 行われた反感謝祭にての陰役の上田玲奈が兼任していたことが明かされた。本作は配信開始から間もなく、ダウンロード数が100万回を突破した。また、配信直後に当たる2015年5月20日の時点で、プロモーションが行われなかったのにもかかわらず、ハッピーエレメンツの他タイトルをプレイするユーザーからの人気もあり、口コミによるユーザー層の拡大にも成功した。 本作のプロデューサーの松田は、キャラクターの魅力と、6大国の個性の強さが、人気の理由ではないかとゲームビズとのインタビューの中で、推測している。すべて MF 文庫 J より刊行。2018年4月より6月まで、東京 MX、ABC テレビ BS11ATX にて、放送された。春が赴任した、アークエンドの第8支部は、謎の盗難によって、 財政破綻に陥った。本部からも見放され、残された春たち三人のピリオドは、支部を再建すべく闇営業に奔走する。ゲーム版のオープニングアニメーションと同様に、エッグファームが、プロデュース、JC スタッフが、アニメーション制作を担当した。テレビアニメ版のスタッフは、エッグファームと JC スタッフが松田に提案する形で、決められた。 男性主人公の描写がうまく、キャラクターと真摯に向き合うという理由から、監督には、ゼロの使い魔などで知られる、岩崎義明が起用された。松田は、岩崎が原作をやり込んでいたために、キャラクターの魅力を確保してくれて助かったと、アニメ、アニメ、とのインタビューで述べている。キャラクターデザインの高橋美香は、JC スタッフの推薦で起用された。シリーズ構成には、 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかの知らね。秀樹が起用されたほか、いくつかの話の脚本は、原作のシナリオライターが執筆した。原作とアニメのそれぞれでファンを生み出すことが重要であるという方針から、原作とは異なり、春たち主人公チームとワイズマンの対立を軸にした一話完結のエピソードが展開する。松田は、 原作のストーリーをそのままアニメ化するつもりはないと、アニメ、アニメのインタビューで述べており、エッグファームの代表取締役である、大沢信弘と JC スタッフのプロデューサーである、松倉裕二と価値観を共有していたとも述べている。コンセプトについては、原作と同様に、攻めるとしており、メタフィクション要素や、パロディなどが多く含まれているほか、コールも、演出として登場する。 春役の花、コーナツキは、テレビアニメ版について、ファンタジーながらも日常系の雰囲気が強い作品と、長、アニメディアとのインタビューの中で述べている。また、第3話は2017年に、原作でコラボレーションした、日暮らしのなく頃に、の登場人物に告示した人物が登場する、内容であり、第3話の放送に合わせて、原作でも復刻イベントが開催された。 ラジオピリオド、ワイズマンの秘密基地は、2018年4月10日から6月26日に、かけて、おっと泉にて毎週火曜に配信された番組。パーソナリティは、ミザル役の原田綾風、聞かざる役の鬼頭あかり、言わざる役の間の歩美。ありがとうございます。